皆さんこんにちは、ボルリリチャンネルです。今回はハリアー PHEV で標高 800m 弱、距離 6km ほどの山を下ってどのくらいチャージできるか検証してみました。自宅から往復 44km をタイムラインでお伝えしますのでお付き合いください。あと4キロほどで頂上に着きます。ここから急な登りになりますのでハイブリッドに切り替えます。すごい綺麗でもこれでキャンプ来たよな。絶対シカおるやろ、ここ多分でシカ、綺麗シカおるか、ここ。おはええね、坊ちゃん。犬ちゃうで、あれ人やで、子供犬ちゃう。坊ちゃんがライオンキングしてる。フリーもここで。綺麗な。光って、この光。なんかチラチラチラ。標高800m 弱、距離6km ほどの短い距離ですが、どのくらいチャージするでしょうか。さあ、ここからチャージしようか。下り出して2キロで3キロチャージしました。山道で道幅が狭くスピードが乗らないのでいまいちのチャージ量ですが、5、60キロ以上スピードが出るところでは急激にチャージ量が伸びます。結局山頂から急な下り5キロの距離で10キロのチャージができました。帰りは自宅まで22キロの距離を EV 航続距離10キロチャージして EV 航続走行5キロの消費となりました。普段使いでは結構リアルな数字が出たのではないでしょうか。ハリアー様、ご用件は何でしょうか。燃費教えて。現在の燃費は1リットルあたり 22.6km です。いかがでしたでしょうか。公式 EV 航続走行距離に限りなく近く、なおかつチャージ分でお釣りが来る高性能マシンでした。ちなみに峠をガンガン登るハイパワーと安定した足回りも備わっています。エアコンオフ。エアコンをオフにします。ハリア様、ご用件は何でしょうか。超高パノラマルーフオフ。超高パノラマルーフを超高状態にします。